こんにちは、こんばんは、おはようございます。クチーヌの部屋へようこそ。クチーヌの部屋へようこそ。はい、はい。クチーヌ三姉妹の長女です。普段は絵ばっかり描いてて、人付き合いとか全然ダメで、もうほんと、普段は絵しか描かない。人付き合いはしない。ね、次女はね、セレブの男捕まえてセレブ生活でしょ。で、三女は自分のことがさ、イケメンじゃなくてさ、美女だと思ってるからさ、若いツバメ捕まえては、キャッチアンドリリースを繰り返してるんだけど、まあそんなことはどうでもよくて、今日お伝えする話っていうのは、自分ではどうしようもないほど、落ち込んで、誰かの助けが必要なとき、自分ではどうしようもないほど落ち込んで、誰かの助けが必要なとき、あるかな？自分ではどうしようもないほど落ち込んで、誰かの助けが必要なとき、そういうときはね、誰かに頼ったらダメなんだ。どうしようもないほど誰かに頼りたいときに誰かに頼ってもダメなのね。言ってる意味わかる？もしね、どうしようもないようなときは誰かに頼ってもダメなんですよ。言いたいことわかるかな？あのね、難しいんだけど、じゃあどうすればいいのっていうのは、自分で自分のことを認めてあげるということ。簡単にできることとしては、自分に花を買ってきて絶やさないようにすること。それとあれですね、夜寝る前に自分の言動行動に対して10個くらい褒めてあげて、自分の今日一日の言動行動の中で10個褒めてあげて、何でもいいんだよ。近所のおばさんにこんにちはって言えたねとか、レジでコンビニで買い物した時に最後に袋詰めしていただいてありがとうって言えたとか、そんなのでもいいの。何でもいいから自分を肯定するようなことを10個くらいあげて、それを3週間続けると、なんか世界が変わってくる。それ3週間続ける、毎日だから必ず自分のために花は絶やさず買ってくる。そして夜寝る前にね、10個くらい、何でもいいから自分の肯定する、自己肯定する、自分に感謝する、何だって偉いねとか、ただ、可愛いねとかでもいいんだよ。福知優だってこう見て、今自分でさ、この長女やってるんだけどさ、長女意外と美人じゃんと思って、三女は三女のエロい魅力があって、次女は次女のセレブ感があるけど、長女は長女で、なんか大人の魅力があるよね。うん。そんな気しない？まあそんな感じで、毎日どうしようもないように落ち込むような感じの人っていうのは、もう自己嫌悪感があるんさ。根底には自己嫌悪感があるの。根底には自己嫌悪感があって、誰かに助けてもらいたいと思う。でも根底にある自己嫌悪感をね、拭い去らない限りは、どんなに誰かに助けてもらいに行っても、その子から抜け出すことはできない。そこから抜け出すためには自己肯定感をつける、ね、毎日じゃなくてもいい、花を絶やさない、で毎日寝る前に10個くらい自分のこと褒めること、何でもいいから褒める。で3週間くらいするとなんか世界が変わってくるし、3ヶ月くらい経つと本当に世界が変わってくる。自己肯定感が低いと不幸な出来事ってやってきちゃうんだよ。自己肯定感が低いと
ほんと自己肯定感が低いと周りにも嫌いな人多かったりとかさ、周りの人からなんか存在に扱われたりとかさするんだよ。するんだ、するんだぞでも自己肯定、だから毎日自分に花を買って自分を夜寝る前に褒めることを10個くらい褒める、3週間くらいするとなんか違う、自己肯定感が少し変わるだけでも周りの人からの自分に対する態度が違ってくる。で、3ヶ月間くらい本当続けてみな。で、自己肯定感が少しアップしてみな。そしたら今までなんか周りの人から存在に扱われたけど、そんな存在の扱いを受けなくなってきたりとか、そんな存在の扱いを受けなくなってきたりとか、もうちょっと本当になんか自分で言うのもなんだけど綺麗になってきた。綺麗になってきたと思うようになるから。で、そうするともう誰かに頼らなくても良くなるからね。誰かに頼りたいとか、まあね、本当に孤独を感じて誰かに頼りたいって時は、本当に孤独を感じて誰かに頼りたいって時に捕まえられる人っていうのは詐欺師か、相手も自己肯定感低いか、まあお金をちゃんと取るセラピストかホストになってくるんだよ。だよ。だよ。だったら、ね、誰かに助けてもらいたい。自分ではダメ。誰かに助けてもらいたい。を、の前に、自分で自分を愛して自己肯定感高めたら、ね、誰かに助けてもらいたいと思わなくても、自分の周りによりどりみどりで、やってくるからね。自分がさ、もうしおれた花だとさ、蝶も飛んでこないじゃん。で、自分がしおれた花だと思ってるからしおれた花なんであってさ、自分がもうなんていうのこの51歳のおっさんであってもさ、自己肯定感があってさ、自分って結構イケてるよねイケてるよね、自分って結構いけてるよねって思えばさ、自己肯定感があってさ、もういろんな花が咲くわけよね。どの花かどうか分かる胡蝶蘭が咲くかもしれないしね、カサブランカが咲くかもしれないし、ブーゲンビリアが咲くかもしれないしね、カトレアが咲くかもしれないけれども、そしたらそのカトレアをめでたいっていう人が前にやってくるね。だから誰かに頼りたい、誰かに頼りたいって時に、誰かに頼ったらダメ、誰かに頼ったらダメ。自分の自己肯定感を高める、そのためには自分を愛する、そのためには自分に花を買ってきて毎日 10個くらい、何でもいいから自分のことを寝る前に褒める。朝もやっていいよ。で、3週間続けてみて、なんか変わってくる。3ヶ月続けたら本当に変わってくる。やってごらんね。本当だよ。以上です。